ビットハート。コンコンチーズ、ワンビットハート。やあ、先生のケースだよ。新しい街、ココアリーで。ああもうおるやん早いな、お前。なんでここだってわかった、お前。久しぶり。ってこと、久しぶりじゃないんだろうな、ゲームの内の時間じゃ。なつけくんと、みゆみさん。よう。ハローハロー。ナナシさん、数日ぶりですの。あ、数日だったんやな、あれから。うんうん、数日ぶりに会ったから、俺のことなんかもう忘れてるのかと思ったよ。どんだけ自分のこと目が見てにかけてるんだ、ナナシくん、そんな笑顔で。お前みたいなやつ、インパクトが強すぎて夢に出るみたいな。そうやな。ナナシくん、夢に出てこられたらちょっと悪夢としてなるよな。多分、その次の人の練習はあまりうまくいかなかったんだろうな。あ、出たんだね。ごめんね。インパクトが強すぎて。うるせえ。というか、お前何も予定ねえのかよ。そりゃ、今夏休みだから毎日暇だろうけどさ。夏休み？ん？夏休みだもんね。入る前が一番ワクワクして、いつ入るとそんなにやりたいことがなくて無駄にしちゃうんだやつだよね。わあ、ナナシ君、毎日が夏休みみたいな生活してたから、今さら夏休みでも何も感じないタイプのやつだ。賑やかですね。それで前にハッカーについてのお話はしましたが、この町でもその疑いがある事案が発生しています。またあのクレイジーな お方がバカやってるのですな。そんなこと言い方するだろ、ミュンちゃん。バカっていうか、まあ、まこまともな思考はしてねえんだろうけど、まだ怪我も治ってねえし、練習もできねえからな。ハッカーってやつを探せばいいんだろう。あ、怪我まだしとんじゃ、まだ治ってないんじゃ。なんか連れ出してなんか悪い感じがするな。いえ、大元が見つかればそれはいいのですが、雪永さんのようにハッキングされている人を見つけることができれば、また出てくるでしょう。今手に入れてる情報は、背丈が低い人物だということですね。雪永もそうだけど、若いやつばっか狙ってんのか。いわゆるペド、ショタコン。みゆみちゃん、そんなことは覚えなくていいんだよ。大人でも背丈が低い人はいらっしゃいますが、そうですね、操りやすい等という理由はあるのかもしれません。それでそれで、このガーデンのフラワーちゃんたちを荒らしてしまってるのですね。なんてひどい。まあ、それなら俺とミユミはここら辺見張っておくか。お前らはあっちこっちに情報を集めに行くんだろ。それが一番だと思います。いくらか情報が集まり次第には報告させていただきますので。それでは、こちらよろしくお願いしますね。おう。はいですのーって言いながら、君、ミサナちゃん。私も行くって言って、いつにか抜けてこっちに来てるタイプのやつじゃないのか、お前。前科が2回もあるんだぞ。と言いましても、ナレスさんの友達探しは大丈夫ですね。まあ、メインはそっちに寄りつつ、事件は解決しちゃうみたいな。わあ、なるほど。戦隊レンジャーみたいですのね。友達戦隊、友達になりたいんじゃ。友達になる前じゃんか、それ。俺、ブラック。いやいや、それなら私はホワイト。なら私は青紫でじゅ、渋っ。色合いがすげえ暗い上に地味だぞ。シャー君はピンク。なんで俺がピンクなんだよ。赤系がないとダメですし、シャーク、髪にピンク持ってますし、っていうか私が夜のベッドでピンクに染めてあげますですし。くっそやめろ、この話題は。なんでこんな広がってんだ。お前らもさっさと行けよ。さて、私たちは地道に話を聞いていくしかないですね。他にも何か知っている人がいるかもしれません。うん、感染する可能性もあるからね。早く見つけないと。よっしゃ。シャッチーとみゆみさんが仲がいいことは分かった。パズルもちょっと増えとんかな。あ、2つ目、2行目が増えたね。まずは情報を集めないとね。名付け屋さんたちも協力してくれます。頑張りましょう。そうやな。と言ってもな、ここら辺の話せる人は話してしまったけんな。なんかあるんかな。ああ、新しい人増えてる。何この花の精霊みたいな人。こんにちは。
あれ、ハルヤくんがいないな。あ、ここハルヤくんの家。ってことはお母さんか。あら、ハルヤのお友達かしら。は天然そうな人出ていた。お、まあ、驚かせてしまいましたね。チノです。ハルヤがお世話になっております。うわー、すっげー優しいそうなお母さん。ハルヤくんのお母さんかな。すごい、データで見えなかったらお姉さんだと思ってましたよ。あら、褒め上手ですのね。結構いろんな人に褒め上手って言われるね。ハルヤは今配達をお願いしてるので出かけていますよ。ああ、そうなんですね。チヨさんは火山嵐のこと何か知ってますか？ああ、モロクさんたちが最近話していることですね。本当にひどいお方がいるんですね。そうですね。あまりこちらでは見かけない子が最近出歩いているというのは聞きましたよ。おう。見かけないってことはもうこの町の人じゃない人ってことか。見かけない子？そうですね。多分君やハルヤと同じくらいの年の子かしら。この辺りに住んでいる子ではないみたいでしたね。ほう。なるほど。相乗法だけでもぐっと絞れそうですね。若いうちは元気な方がいいけれども、さすがにこれは置いてかすぎますよね。チノさんってあまり怒るようなイメージがないのですが、子供を叱るときってどう叱るんですか？まさか墓いじめにして無知でしまくんですか？いいな、俺もやってもらいたいな。それはもう伝統のお尻ペンペンですよね。なんか可愛いお尻ペンペンってこういう人が言うたらなんか可愛い。おお、あー、ちょっと七瀬くん、今もうこの人にお尻ペンペンされてる妄想してるなお前。なんですかそのひらめいたみたいな顔は。これ以上話を掘り下げると内容がやくなりそうですので、もう行きますよ。それはメサネちゃんに同意。なんか妄想を繰り広げてる。それは夜のベッドの中でやってね。行きますよ。はい、チノさん、ありがとうございました。いえいえ、またいらしてください。ちょっともったいな。あれ、ミカドお兄さんからかな。ん、どうぞ。何か分かったのかもしれませんね。もしもし、鳴らしだよ。待ってね。直接渡したいものがあるし、近くにいるなら戻ってきてほしいって言ってるけど、どうする？ええ、問題はないでしょう。鳴らしさんの体力が持つなら。確かに結構歩くけど、まあ大丈夫だよ。多分。どんだけ弱キャラに捨てられてるんだ。疲れた時は行ってくださいね。バス等の移動手段もあるのですから、行きましょうか。うん、ああ、うん。今から自宅に向かうよ。うん。うん。バイバイ、味方お兄さん。ああ、一旦戻るんやな。ただいまー、味方お兄さん。何ですか、話は。しょうもないことだったらぶん殴りますよ。やっほー、味方お兄さん。今帰ったよ。ああ、お帰り。ココアが温まっているけど。いる？こんなドナツに？うん、飲むよ。ミサイさんもどう？疲れているようだし。はい。それじゃあ、お言葉に甘えてとか言うて、ミカドお兄さん、もしかして、睡眠薬とか入れて、ミサイちゃんをどっか部屋に突き込もうとしてるんだ。騙されないぞ、ミサイちゃん、飲んだダメだ。あ、飲んでるわ。てか、こういう絵出るんだ。あー、なんかかわいい。グラスかわいい。コップかわいいな。そこにそういう絵が描いとるタイプのやつな。そんなんあるんじゃ。前に話してもらったノミヤというハッカーについてだね。わかった、なんか。詳しく調べたところ、都内の工業高校に通う学生のヨサカノミヤという人物である可能性が高い。珍しい名前だし、ほぼ学生かな。工業高校。あ、結構機械に慣れてるタイプの生徒か。だったらなんかハッキングのことに詳しくてもなんか、つじつまが合うというか。学生がハッキングを？問題、そう聞いたらなんかテストの試験の内容とかハッキングで調べてそうな感じがするな、おい。なんかそんな感じがしてきたんやけど。今は夏休みだけど、あまり真面目な生徒ではないようだね。サボりも目立っていたみたいだし。さて、ここまで分かったのはいいものの、彼のビットフォンからはハッキングの事件に関する情報は一切見つからなかったんだ。ビットフォンってその人の行動や記録も数日分は一時的に残ってるんじゃなかったっけ？そうだね。その記録を素人が消すことは容易ではないんだけど。自信なさげですね。ここまでやられてしまうとね、証拠がない限りは上も動けないと言っているし、
彼が今どこにいるのかも。なぜか追跡機能も妨害されていてわからないしね。おお、さすが機械に慣れとるというか、そんなことまで機械でどうにかしてしまうんじゃ。あまり関わらない方がいいよ。メサネさんも記憶を失っていて大変なのに、首を突っ込んでしまっては余計に使えるだろうか。ああ、そうか。ミカドお兄さんにはまだ喋ってないんじゃ、記憶がないこと。いや、記憶がないって嘘をついてることか。教えてあげないのか、これ。ハッカーって一人だけなのって教えてあげないのか、ミカドお兄さんには。別に押し上げてもいいような気がするんやけどな。ごめんなさい、ミカドお兄さん。飛ばしちゃった、ミカドお兄さん。確か未遂でも逮捕されるんですよね。そうだね。ほとんどが情報とデータで管理されているから、一手も抜かれると一大事さ。目的は何なんだろうな。あの野宮さんって人は、ただことを引っかき回して、人が慌てふためく様子を見て楽しみたいだけのようだったけど。引っかき回したいだけ？あの人を単独なら愉快犯だって思うかも。でもお兄さんの言った通り、俺も複数犯いると思うな。その理由は？あの人、ウイルスの生成には長けているようだったけど、頭の方はちょっと良くなさそうだったから。偏見だな。思いっきり偏見だな。でも工業高校生だろ。偏差値としては高くないかもしれんけど、機械に関しては長けているそうな感じ。何言ってるんだ俺は。ちょっと、まあいいや。だから、ビットコインのデータ侵入とか、乗っ取りの作業は別の人がやってるんじゃないかなって。つまりあの人はバカだから一人でハッキングは行わないって。ミサイちゃんもちょっとさらっとバカって言うのやめよう。人にバカなんて言っちゃいけないよ。のど知るなら僕にしときなよ。どういう自己犠牲働いてんのミカドさん。いや、あの方がいいよ。ああ、二人ともおバカですよ。ダブルバカです。ふふ。そうか。じゃあ僕はまだ戻って詳しく調べてみるよ。何か分かれば、その都度に連絡をするから。お気をつけて、ミカドさん。メサネさんもね。あれ、あんまり気分良くないみたいだけど、大丈夫？ええ、大丈夫ですよ。ん？着信？おお、メサネちゃんが、情報ネットワーク調べて、広げとおけん、何か来たな。ミユミさんか？ええ、もしもし。え？はい、分かりました。すぐに向かいます。名付け屋さんが喧嘩をしているそうです。それで、止めてほしいと。なすけくん、なんか結構すごいやんちゃなことに巻き込まれたんだ最近。喧嘩？変な人を見つけたら連絡してくださいとは言いましたが、ガン飛ばせとは言ってないのですが、早く行きましょう。勘違いされるタイプなんやな絶対これ。よーし、すぐ行くぞ。ここだ。お、なすけくん、わー、喧嘩してる。いや、それはみゆみさんも言ってたでしょう。お、あ、こいつか。にらみ合いの喧嘩。あとみゆみちゃんかわいいな、この表情。ならしさん、みさねさん、何かあったのかな。いえ、あのレッドツンツンヘアの方がフラフラとしてまして、それでシャークの方にぶつかりましたでし。そしてシャー君が激おこなプリンなのですます。プリン。激おこプリン、かなり昔に流行した言葉かな。何か違う気もするけど。それよりもフラフラしていたって言葉が気になりますね。もしかしてハッカーがまだ問題を起こしてるとか。なんだか地味なものばっかりだな。内容に関わらず疑いのある人は全て追及すべきです。あの人に少し話を聞いてみましょう。だから謝れば許すって言ってんだろう。んだよ、そこに電柱みてえに突っ立ててきたからぶつかっただけだろうが。てめえは普段電柱にぶつかってんのかよ。どうだったかな。くそ、鳥頭こしてワンビートノー以下だな。てめえはバカの相手ほど使えるものはねえよ。んだと、バカっつうやつがバカだろうが、クソバカ。はい、お前もバカって言いました。お互い様にバカってことですね。やめなよ、二人とも。人にバカって言っちゃいけないんだよ。のど知るなら追いだきしときだよ。まだ来た、自己犠牲。なんだ、この自己犠牲の流れは。てめえが入ると話が余計に役立たなくなるんだよ。お前、バカって言われてムカつけるのか、すげえな。なんか感心されちゃったよ。なんか感心されちゃったよ、お前。おいとっては別に苦痛でもなんでもないからね。あれ、
君前にも会ったよね。そうやな、前にもなんか突っかかってきたよな。そうだっけ。ああ本当に記憶にないみたいだ。うん、気のせいかも。じゃあ初めまして、俺は七志、君は。うわ、九条飽きたか。あ、喋るんじゃちゃんと。ねえみーからさ、喧嘩なら別の日にしてくれ。あ、別に喧嘩したいわけじゃなくてね、友達になれないかなーって。ダチ、うん、うん、めんどくせえな。ちょっと、ちょっとだけウェズを話からでも始めてみないかな。なしくなんでそんなグイグイいけるのかな。はあ、うん、うん、まあいっか。とにかく話に持っていくことは成功したよ。すごいグイグイいっとったな。普通はあんなにグイグイいかないよな、こういうタイプの人間には。ええ、彼から何か聞き出せればいいのですが、また何か話し事とかアドバイスとかあるかな。そうですね、見た感じ彼は少し頭が足りないようですから、話の要所を省いたり、あまり積極的にこちらの話を聞いたりはしそうにありません。そんな時はこちらから誘導してあげることです。その話について詳しく聞く、ここから相手の興味のある話へ誘導するんです。なるほど、相手から話題を手に入れることもあるんだね。そういうことです。では一度手持ちの話題を整理しておきましょう。きた、好きなことに話題をそらす感じなんやな。よっしゃ行くぞ。あー、このものちょっと得意ではないよな、このトーキングジョ、トーキングタイム、喧嘩の話。うん、別に好きってわけじゃねえんだけどな。だからな、ぶん殴られたらムカつくじゃんか。だから返してそのままやってる感じ。あいたかくん自身は喧嘩はそんなに好きじゃないのかな。手を振るのも避けるのも面倒だしな。っていうか、あんま手使いたくねえんだよな。わ、こいつ面倒くさがりのタイプなんだ。そうやな。まだちょっと詳しく聞くとかあるんやな。まあ話してみる。喧嘩があまり好きじゃないなら、他にやる、よくやることって何かある？寝てる時間が多分一番多い。俺も寝るのは好きだけど、もうちょっととっつきやすい趣味とかはないのかな。趣味？うん、あ、そうだな。あ、ピアノやってる。マジか！もう見た目、人を見た目で判断してはいけないの典型的なやつ来たぞ。ピアノなら発表会とかで弾いたりしてるの？まあ小さい時には出てたけどな、もう地味だし脱税から言ってねえな。ああそうなんだ、小さい時は純粋無垢な少年だったのかな。純？なんだって？わかんねえけど多分それだわ。今は違うところで演奏したりはするけどな。もうじゃ話聞いてみよう。喧嘩じゃねえなら別にいいけどさ、話すんのも眠いんだよな。眠くない、秋田君は眠くないよ、ほら。あ、あ、秋田君眠くないだ。ああ、なんかそう言われると眠くない気がすんな。なんだそれは。こいつ適当だな、お前。どうしようかな。まだ振るには早いな。詳しく聞くってコメントあるけど、今の眠くない話を詳しく聞いてもしゃあないけんな。眠くなってる。やばいやばいやばい、話に誘導してあげなあかんのね。話を弾ませるには興味、彼の興味を引く話題、話しく話を聞いてか。なるほどね、喧嘩ではないだろう。喧嘩の話じゃなくてピアノの話だ。やっぱピアノ、ピアノの話をちゃんと聞いてあげよう。重要なところだと思うよ。あいたくんから全くピアノのイメージがないんだけど。それ言っちゃう？それ言うか。言わんでもいいだろそれ。うん、まあ母ちゃんに言われて始めたからな。結構小さい時だけど。秋ショーっぽいのに続いてるなんてすごいね。まあそう言われればピアノだけは続いているな。この話は特に重要でもなさそうかな。そうか、まあ違うところで演奏、違うところで演奏ってことはいろんな街のこと知っとんかな。ああ、ギアとかと一緒に弾くピアノ、キーボード、あ、キーボードも、なるほど、ピアノと似たような感じか。ピアノの話に対して、え、キーボードの話に対して何なんこれ。話広げられないかなみたいな言うたけど、話広げられるか。
ちゃうだろ、そりゃ。そりゃちゃうだろ、お前。話広げられるような話題なの、これ今。あ、バンドやりよんか。なんかちょっと話す飛ばしてもんだけど、バンドやりよんじゃ。はあ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 。手振るのも面倒だしな。あんま手使いたくない。確かに。そう言われた目ならなんで手使いたくなるんだろう、使いたくないんだろうなっていう聞くもんやな、これ。なるほどね。手使いたくないで、バンドやってるから、怪我したら演奏できなくなるみたいな話か。あ、そういうことなんじゃ。あ、そんでバンドっていう話が出てきたけん、そのバンドっていうのを使うんか。なるほどな、そういう感じが。あー、なかなか、やってならんかったらさ、このゲームのノウハウってようわからんところあるな。趣味でピアノやってる、ちゃうな。バンドってことは、キーボードの話か？たまにだ。一旦詳しく聞く、他で演奏でピアノ、キーボードか。キーボードの話が出てくるから、このキーボードって話に対してバンドっていうやつ。秋高くんはバンドでキーボードの演奏をしてるのかな？おお、そうそう。何してんの？あいにく、俺はこっちのことを気苦しくないから、でもかっこいいよね。おう、だろ。ほんと熱くなれるぜ。食いついてきてる。何度かこちらに興味を引かせることができたみたいですね。心なしか、眠気も少し冷めてるようですし、それでも少し眠そうだけど。とにかくは、ハッキングの事件と関わりがあるのか何か聞き出せればいいのですが。そうですね、眠気覚ましに彼を褒めてあげましょう。褒めるの？単純な人は単純にできてますから、そこからボロッとボロッこぼすかもしれません。めっちゃ相手のことを見下してるね、みさえちゃん。褒めか。いや絶対これちゃうな、一番上はちゃうな。こんな難しい言葉言われてもさ、何それって感じになるだけやもんな。トラ、トラのオーラ、なんかあれでそれだけわ、どっちだろうこれ。トラって表現するのか、もう適当に言っといてバカに合わせるのか。いや、これはちゃんとトラみたいなオーラって具体的に言った方がいいんちゃう。お前そんなとこだから常識的になるな、お前。お前そこは常識的になるな、お前。あ、あん、それでいいじゃん。バカにはバカな言葉でいいんじゃ。あいだかくんってなんか、あれでそれだけどかっこいいよね。ああ、そう。単純な人ならこういう単純な感じでいいんじゃ。そうなんじゃ。いい感じですね。次で何か事件についての話題を引っ張れそうであれば引っ張り出しましょう。そうですね。わからないことは、時は詳細を聞いてみて、他はそれらしき発言に話題を振るといいかも思います。うん、頑張ってみるよ。詳細ね。ブレイクパッセージ。え、ここから遠くない？まあ、歩けば遠いだろうな。結構怖い人が多いイメージなんだけど、実際どうなのかな？まあ、大体どいつもこいつも喧嘩かバカ騒ぎな。思ってるほど悪いやつじゃねえよ。うん。でも、わざわざ遠いとこからなんでここまで？いや、ちょっと探し物があってさ、多分この辺だったような気がするんだけど。探し物？ギターのピック。ま、何日かここに来て探してんだけどな。ほやな、なんか詳しく聞けそうなん。それはこのガーデンで？多分ダッチがそう言ってたから。お、なんかちょっと話と事件となんか関わりがありそうな感じの中になってきたぞ。おい、全然見つかんねえんだよな。あれ、なんかそんな話をさっき聞いたような。あ、うらついとる。あ、もしかしてそのうろついとるのこいつか。あいたかくん、最近ここには探し物で何度か訪れてるみたいだけどさ、前に聞いたことはあるの？どうだかな。なんか刺激もねえし、眠くなってからほとんど来てねえな。じゃあどこに知り合いがいたりするわけでないんだね。そうだな。そこのガーデン、花壇のあるところが行った？ああ、多分そこで落としたからそこ探してる。なぜそんな曖昧な。いや、なくしたのは俺じゃなくて俺のダチだから代わりに探してやってんだ。うわ、いいやつ。明らかく見た目の話で結構いいやつじゃね。素直にお聞きします、そのピックを探している時に花壇を荒らされたりしませんでしたか？なんで俺がそんなことすんだよ。
そういうことをするような風貌に見えるからですよ。あ、ミサエちゃん、ちょっとそういうさ、そういうことをストレートで言う癖どうにかならない？なんだって、わかりやすく言えっつーの。いや、十分わかりやすいと思うよな、俺は。最近、あのガーデンの花壇が荒らされてることは知っていますか？別に、花壇探してるわけじゃね、花壇探してるわけじゃねえしな。見向きもしてねえや。それでは、無意識に荒らしていたということもあり得るのでは？ああ、なんで理由もなく花壇ぐっちゃぐちゃにする必要があんだよ。ミサネちゃん？くそ。ああ、もうミサネちゃんダメだよ、明らかくん。疑われるのはあんまりよく思わないみたいだから。あ、ミサネちゃんの嫌な癖。嫌な癖だぞ、ミサネちゃん。あれ？ミサネちゃん？ごめんなさい。わあ、責めてたわけじゃないんだよ。それにミサネちゃんが悲しい顔してると、俺も悲しくなるからさ。ナエスさんは昔も変わらずお優しいのですね。え？ダメですよ、優しすぎるのは。私が前進できなくなりますから。え？ミサネちゃん！大丈夫です。ご迷惑おかけしてすみません。そうですね。モロクさんにもう一度お話を聞きに行きましょう。モロクさんに？ええ。夏影さんたちは引き続き不審な動きをする人がいないか偵察をお願いします。ああ、煽ったな、そういや。ああ、秋高君と話してばっかだったけど、夏影君の存在忘れただわ。喧嘩はもうしないでくださいね。大丈夫です、マス。私がちゃんと見張っておきます、ゆえに。もし喧嘩になりそうだったら手錠でとっ捕まえてお仕置きするのです。ミュウ、いや何でもない、気をつけとく。では私たちも行きましょう。オッケー。とりあえずメサネちゃん、君はさ、いろんなこと物事をズバズバ言うのをやめよう。